の所属声優が YouTube でお送りしている響きスタイル、本日の担当は私西本りみです。よろしくお願いします。本日はこんな企画をお届けしたいと思います。題して西本りみの青鬼に挑戦してみよう、その2。はい、今日はですね、前も挑戦した青鬼にまたやることになってしまいましてですね、前のね収録が終わった段階ではぁ解放されたと思ってたのがね、今回はあのビリビリとかはなく普通の青鬼の実況プレイをやるので、どこまでやったかほんまに覚えてないんですけど、でも一応前のデータがちゃんとあるので、前のデータの続きからやっていきたいと思います。もしよかったら1を見てからね、この2を見ていただけると嬉しいなって思います。ということで早速やっていきましょう。ということで準備ができましたよ。あー出たここがね、このね、あー違うの、てかちょっと待って、操作さ覚えてへんの。ドライバー、プラスドライバー、皿の破片、ハンカチ、洗剤、はい、あれハンカチ、え、洗剤をハンカチにつけちゃうって何これ。偶然なんか洗剤を染み込ませたハンカチになった。え、そんなことあるん。こんにちはしようか。でもどっからやっけ、うん、どこやっけ、待って、どこやっけ、どこやっけ、この辺じゃなかった、違った、ここ、はい、入って、いけた、え、もう出ていい、やったー、この間捕まってしょうがなかった青鬼を開始1分でいけましたよ。これ何だっけ、あれ、これもうまた来るとかないよな。へい、よし、待って、ここ見覚えちょっとあるかもしれへん。この部屋ちょっと見覚え、はぁ、びくしょ、全然わからへんけど、しどれみファのところに血がついてる。だったら何、ちょっと待って、わからへん、待って、迷子、いきなり迷子、あします。死ぬなよタクロー。タクロー、それは死ぬぞ。ピアノはどうにかしなあかんやんな。これな。あ、あれはアイテムここで使える。ハンカチで鍵盤を拭く。239。青鬼が来ると。どこに行ったらいいや。下に行けばいい。ハンカチを鍵盤で拭いた。239、青鬼が来るからすぐ下、エンター機押したらすぐ下、はい、一回覚えた、あー、ちょっと覚えた、あ、待って、多分ループしとったら負けるやろこれ、あれ、あー、ちょっと女性取った。次こそすぐ下な、今な、ちょっと忘れとって、青鬼が来ること忘れとって、忘れてて、ここ降りたらいいやろ、降りて、無限ループできたはず。そんなことしてる間に負けへんかったっけ、ここって確か。どっか隠れた方が早い、もしかしてこれ。ちょっと反対方向くんのはなしやわ。嘘やろ、ちょっと待って、それは聞いてない、それは、あ、負けたわ。ちょっと発見、あの、ピアノの白い鍵盤の部分が3やろ、239、ドレミが239、やからこうやって見て、こっち向けやろ、これ2やろ、9やろ、そうなんやろ、
に。へい、二個変やん。ちょっと待って、ちょっと待って。え、でも絶対これやろ。あ、そういうこと。反対向いてるからこれ反対、え、六になるってこと。九が、そういうこと。反対向いてるから、え、つまりどういうこと。六は反対向いたら九になると、そういうこと。おー、いたー、やったできた、やった、嬉しい。もう今日これで満足、終わろう。子供部屋の手、鍵を手に入れた。鍵がかかっていた場所どこ。待って、この地図は何なん。全然見てもわからへん。あ、子供部屋の鍵を使ったって。あー、誰かおる誰かおる、これこの子誰、この子誰。でも先に周りから調べていい。あ、動かせるやん、いつかなんか使えそう。はい、誰。リカちゃん、リミオくん、無事でしたか。他のみんなはさあ、はぐれてしまったから。そうですか、私も。え、ここそういうの出てくんの。一緒に行こう。一人嫌や。冗談じゃないわ、化け物のいる館をやる気丸だって。いや、一人でおる方が嫌やろ、そんな。そうですか、いや、そうですかってなるわな、そりゃ。タクロえ、なんかないかな、なんかない、なんかない。うん、壁紙に違和感を感じますね、感じますね。え、それだけ、それだけ。なんか使えない、プラスドライバー、ライター、火がつきませんね。お皿の配変。何をしたの、この子今。びっくりした。ドアノブがないので開け、ドアノブがないので開けられへんとかいう問題これ。どこ行ったの、ドアノブはどこにあるの。いやいや、あ、ちょっと待って、ちょっと、どこに危険でやったっけ、どこに危険でやったっけ。私忘れましたよ、ちょっと待って、私忘れました、私忘れまーすカルト、なんか出てきたー何これ、やるから頑張れとチョコレートをやるから、青鬼を頑張れと。頑張れるわ、頑張ろう。あー、美味しい。プラスのライバーさ、ずっと持ってるけどさ、どこで使うんやろな。どっかのドアノブをプラスのライバー。不意に出てくんのやめてくれへん。ちょっと今から出ていくけど、いいぐらい聞いてほしいよな。ちょっとうるさいって。それでですね、とっても残念なお知らせです。
今日の動画はここまでらしいですでもリミ今日だいぶ頑張ったって。あたって新しい部屋開拓したもん。頑張ったでしょ響きスタイルのスタッフさんがシリーズ化したいとかなんか企んでるらしいんですけど、私は全力でそれを阻止したいと思います。はい、またもし続きをやることになったとしたらちょっと頑張りましょうかね。その時はまた見守ってくださいということで本日の動画はここまでです。このチャンネルの動画は響きの誰かがどんどん更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで本日のタートは私西本りみでした。バイバーイ。